お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、はい、こちらのペッカ工場のまあデッキなんですけども、ちょっとあれですね、新しいやつですね。前までもペッカ工場のそのゴーストユーノのエレキガゴみたいな、まあ、テンプレデッキがあったんですけど、まあ環境変わってね、ライドラが強いのかな今は。まあそんな感じで、はい、こちらライトニングトロリババの結構なんかこのね、強化された吹き矢とコウムリ付けっていうちょっと細かい系がね多い感じのデッキとなっておりますっていうところで、そうマルチでライドラを使いたいんですけど、レベルが足りないですね。多分ほとんどの方がそうだと思うんですけど、ライドラをマルチで使いたくてもレベルが足りなくて使えないみたいな多いんで、まあ、今日はグラチャレで、はあ、やっていきます。よいしょ。さあ、これはもうあれなんですよね、結構ペッカって咲きにくいんですけど、まあこのデッキは結構手札的になんかペッカを咲くしかなくねみたいな状況が訪れるんですよね。でこうやって逆戦ジャイルでやられるんですけど、もういいです、それでいいです、それでいいです。もうあの2周目を回転で回します。これライドラでペッカ残したい。 OK、 2周目を回転で回すって回らなかったっすけど、言うてこれがなんすね、もう細かい系の強さみたいなのがあって OK、 一発欲しい。 OK、 はい。でこの吹き矢のダメージが上がってる、それね、一発100ダメになったんですよね。だからこれが思ってる以上に強くて、ペッカの後ろにいるだけで厄介ですね。よいしょ。で、することなかったら、なんか転がしとけば。OK。これ、コウモリもつけてあげて。はい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 。で、このゴーストは、スケルトンだけでいいかな。そう、結構なんか、回しにくいかもしれないですよね、このデッキ。けど、なんかその、グラチャレで、すごい勝率が高いみたいなんで、なんか使ってるんですけど、なんかカードを回しにくいっちゃ回しにくいですね。人それぞれかもしれないんですけど、あーこれな、一回捨てようかな。よいしょ。でこれライドラで受けてあげて、あー工場でカウンターしたいですね。これはロリババも転がしてあげて OK。 危ねー。これに工事をつけて、ライトニング自体ですね。何が出るかな、なんかくるくれ。あー、そっちか。まあいいや、これ感電でいけ。どっか行け。どっか行け。よいしょ。そうなんですよね。もうこれが強すぎるみたいなとこあります。あー、やばい。やばい。間に合って。OK。で、このゴーストも感電でどっか行くんで、もうジャイから殴ってあげます。よいしょ。はい、どっか行った。で、これに対して、まあ、吹き矢とかつけつつ、逆サイに振ってあげると、でも相手結構苦しいかな。これ、ライドラ追加してあげたら、でも相手、これ関連でタワーが落ちる。あー、惜しい。でもこれあれですね、もうライトニング圏内みたいな。あー、惜しい。これは打ってあげましょう。まあまあ、なんか知らない。多分ロリババかな。ババが一発殴って終わりましたね。よいしょ。そう、これなんかね、なんかパッと見めちゃくちゃ強そうで、なんか使ってみるとそんな強くなくねって思うんですけど、なんかそのグラチャレで、本当に勝率高いみたいなね、まあ強いっぽいんですけど、僕にはこのデッキの強さが、そんなにわからない。そんなにわからない。言っていいのかな、それ。けど、まあ、強いみたいなんで。はい。紹介しております。よいしょ。よいしょ。あー、このライトラが強い。よいしょ。あー、相手困ってますね。これもう一発。あー、はいはいはい。これは、スケルトンプラス吹き矢。一匹優秀ですね。こういうのに小芝場つけてあげて、
でコウモリもつけてあげて、相手ウッドファイブをするね、スペルがじゃん。ってことはここのコウモリが働き働き、 OK、 よし、はい、よし、はいはいはい、相手吐き、早い早いよ。これ一回ターゲット変わったらスケルトン出してあげたら多分ね、これでおーい、いやー、ライドラ優秀ですね。あ、これ、え、これ美味しい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 、これでだって誘拐誘拐、あー惜しい、これなー、ちょっとロリババ避けたくなかった。うん、この辺にギャング来るでしょ、どうせ。そう、ロリババだとこのギャングをね処理できねえ、処理できねえ、ウッドだったら処理できるんですけど、まあしゃあないかな。さあ流れが良くない、流れが良くない。だから一回ペッカ受けして流れを変える。そう、流れが悪い時は後ろからケツペッカとか、そう、まあ、ユニット固めるてか、まあ流れを変えることがすごい大事ですね。そうすると相手は多分これが結構苦しいんで、これライトニング打ちたいな、打ってきます。削りですね、正直スペル削り。この吹き矢がやばい、処理されると危ない。あー、ライドラ優秀だった。これ攻めていい気がしますね、相手ファイアボール打ちましたし、2ライドなんだよな、2ライで感電感電で OK。 でこれロリバも転がしてあげて、 OKOKOK、 感電ゲームだ、感電しまくれ。ちょ、あの気持ちいいライトニング打つみたいな、あー、まあいいや、まあいい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 、ちょっとやりすぎたんじゃねと思うんですけど、本当にそれ、本当にそれ。けど組み立て、組み立て、組み立て、後ろから組み立てとけば余裕ですね。これはロリババ、あー、ロリババいらないや、我慢。あー、痛い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 、やばいやばい、これあれだ、あのガゴムレがしんどい、待って、ガゴムレが超しんどいから、あー、これいける、言うていける。オッケーオッケーオッケー。ライトニングってあげて、関連丸、オッケー。いやー、何がどうなってるのかわかんねえけど、左がちょっとやっちゃったから、キツ工場して、お、それ美味しい。あ、待って、ペッカお前、やばい。危ない危ない、危ねえ。よし。いいよ。で、これライトで出して、あと相手の、あれがだるい。あの、対空、対空、ガゴムレだけだるいから、しっかりガゴムレだけ処理したら勝ち。オッケー。観念しろ。ライトラ、あー、惜しい。あと500が遠い。さ。これ一発入らんかな。この511をどう削るかっすね。まあ、正直ライトニング削りでもいいんですけど、怖いですよね、その瞬間が。これでもコウモリで許容して、これでライトニングって終わりだな。やばいって、これもつけたし、つけたし、つけたし、グッドゲーム。あれで、そう、ファイアボール打ったんでね、そのライトラがきついですね。よいしょ。ってことは、意外とまあ、防衛でゴムで使われるのがしんどいかな。だったら、ライトニング5とかにしてもいいんじゃねっていうのあるんですけど、3.5 だ。早っ！回転がやばいですね。さすがに疲れそうだ。ってことで、まあ、テンプレがね、ライトニング使ってるんで、ライトニングでいいかな。よし、っていうところで、ラスト。さあ、どうしよう、これ。なるほどね。これもう、ライトニング打っとこう。はい。その分も多いんですよね。最近の OJ とかが、いて。コウモリ。なんだこれ。
何台だよデッキ。やばいやばい、こっち対空は意外と多い、対空豊富、 OK。 いやー、これはあれ、ラッキー、痛いですね。まあ、こういう時に結構あの相手が攻めてきたじゃないですか、相手が攻めてきたってところは相手が攻めに結構コスト使ってるんで、あんまコストがないわけなんですよね。だからもうそういう時に、まあ、無理やりでもあんな感じで今みたいなロリババをただ転がしただけなんですけど、そうやってちょっとユニット重ねてカウンターしてあげるだけで相手は防衛ができなくて、まあ今みたいにねラッキーでタワーが折れちゃうみたいなことはよくありますね。なんで逆にこっちが一気に攻めた後とかは危険なんでね。よいしょ、これならザップ打たれるか。ってことはこっちにギャング来るからぽい。あー違った違ったよー、やばい、11だ、11、やばいやばい、待って、はいはいはい、11だったら3、これでも後ろから組み立てれば勝ちだと思うんですよね。でもこの組み立てた瞬間にバルーン来ると危うい。 OK 勝った、勝ちましたね。多分相手でもこの吹きは処理できないと思うんですよね。そういう経過、これだってもうライドラでインドラ終わりですね。はい、お疲れ。でこれもう2周目ペッカーでいいや。はい、ズシャン OK。 でこのライドラ行け、ライドラ、あーライドラにかかっているよ。オッケー、あー吹き合い優秀、吹き合い、あどこ行った、まあ終わりだ、もう付け足しゲーミングですね。でもこの瞬間のここに多分バルーンが来る、そうこれ、あー終わった、グッドゲーム。そうですね、なんで攻めるのはいいんですけど、その攻めたタイミングの最後のですね勝ち確みたいな状態では、なんで最後サンクル相手が取りに来るから、そこだけは気をつけたいっていうところですね。はい、ってことでこちらのペック工場デッキですね、まあウルトラがないっていうので結構組みやすいと思うんでね。でもまあマルチだとこいつのせいで使えないみたいなところもあるんですけど、まあチャレンジだったり他のところでは使えると思うんでね。はい、こちらのデッキ良ければ使ってみてください。ということで今回は以上になります。バイバイ。